天安門大虐殺から10年後の1999年4月25日、この日中国では歴史に残るある出来事がありました。天津市で警察がファールンゴン学習者45人を不当逮捕したことを受けて、各地からおよそ1万人のファールンゴン学習者が中共の政治中枢である中南海付近にある国務院陳情局を訪れ、静かに陳情を行いました。 スローガンもなければ、組織者もいません。ただ合法的な修練環境の確保を中央政府に求めました。人権が保障されない独裁国で、これほどの大人数が当局に対し平和的に彼らの要求を伝えたことは、当時国際社会を驚かせました。北京航空材料研究院の元職員で、現在はアメリカ在住のファールンゴン学習者李月金さんも、 現場にいた一人でした。ファールンダーファーは、心身の健康を高める気候修練法として、1992年に中国で初めて一般公開されました。著しい病気治療の効果が口コミで広がり、修練者が急増しました。中共当局の統計によると、1999年までの7年間で、修練者の数は、 7000万人から1億人に達しました。当時、北京航空材料研究院に勤務していた李月金さんも修練で受益した一人でした。当時、親善人に従って良い人にならないといけないという、シ父の言葉が心に響きました。 そしてある日、私はお腹の痛みが消えたことに気づきました。元気を取り戻し、世界が一気に明るくなったように感じ、本当に嬉しかったです。1999年4月11日、当時の中京政法委員会初期、ラカンのアイムコ、カサクが天津の雑誌にファールンゴンを誹謗中傷する文章を掲載しました。 事実と異なるため、天津のパールンゴン学習者らが陳情を行ったところ、23日に天津の警察が学習者らに暴行を加えた上、45人を逮捕しました。その際警察は問題を解決したければ、北京に行って陳情するしかないとそそのかしました。 当時私はこんなに素晴らしい修練法なのにその弟子をこのように扱うのはきっと私たちのことをきちんと理解していないからだと思っていました天津市公安局の局長は「天津では解決できない問題を解決したければ北京に陳情に行くしかない陳情局は中南海の向かいにある」と言いました4月25日午前6時過ぎ 李月銀さんは数人の学習者とともに中南海の隣にある陳情局に行きました当時警察から何しに来たのかと聞かれました私たちはファールンゴンのために陳情に来たと言いました それから警察の指示で私たちは北海から風外まで列を作りました。高所から見ると私たちが中南海を包囲しているように見えますが当時は何も考えずに警察の指示通りに並びました。その後テレビで中南海を包囲したと報道されましたがこれには納得がいきません。警察が私たちにそう指示したのですから彼らは罠を仕掛けたのです。 陳情のために各地から上京したファールンゴン学習者たちは、当局の陳情条例に基づいて、政府に自分たちの心の声を伝え、誤解が解けることを願っていました。学習者たちは警察の指示通りに列を作り、静かに待っていました。地面に座って瞑想する人、静かにファールンゴンの書籍を読む人、警官がポイ捨てしたタバコの吸い殻を拾う人、 トイレに行く回数を減らすために一部の学習者は水を飲むことすら我慢していましたゴミ袋を手に現場に落ちているゴミを片付ける学習者もいました当時の場面は本当にこの年になるまで一度も見たことのない壮大な場面でした歴史に残る一日だったと思いますその後、 ファールンゴン学習者の代表5人が当時の主要器総理一行と国務院に入りました。主要器総理に対し、天津で不法逮捕されたファールンゴン学習者の釈放、ファールンゴン書籍の出版許可、合法的な修練環境の確保などの3つの要求を伝えました。 夜9時までずっと待っていました。そして人が出てきて解散だ。問題は解決したと言いました。みんなはゆっくりと静かにその場を離れました。3つの要求は全部受け入れてくれました。円満に解決したので私たちは解散しました。中共政権に対し1万人もの人が平和的に整然と陳情を行ったことは国際社会をも震撼させ。 各国メディアが相次ぎこのことを報道しました。しかし、4.25中南海事件は円満に幕を下ろしたものの、当時の共産党トップ、江沢民の間の手がすでにファールンゴン学習者を狙っていました。1999年7月20日、江沢民はファールンゴンに対する全面的な弾圧を命じ、全国で一斉にファールンゴン学習者に対する逮捕が始まりました。 リゲツキンさんも迫害を受け、当局の監視下に置かれ、何度も強制連行されました。中国から脱出し、現在はアメリカで暮らしている李さんは、中国で迫害を受けているファールンゴン学習者のために奔走しています。世の人々が善悪を区別し、善良な人が迫害を受けることのない世の中になることを、切に願っています。NTD ジャパンが、 お伝えしました。